到着。はい、いや、なんだっけ。で、無料なんですけど、一応これ看板見ると料金表ね、お金かかるみたいなんですが、一応役場に問い合わせたら完全無料で利用できるっていうところです。で、テント張れるし、焚き火もできると。ただし、あの火器、火には気をつけてください。おお、そこに薪を捨てる。ラッキー、薪が落ちてた。あ、これがあれか、ね、ここ水遊び場、やっぱり夏にはすごいいいですよね。夏来て、なんとここの温泉施設があるんですけど、今日水曜日で、今日も休みでした。あ、火曜日と水曜日は休みです。本当ね、子供では遊べる川ですね。本当、見たのは夏だったら一緒に泳ぎたいのに。あ、じゃがバタ、すごいうまそう。はい、じゃがバタいただきたいと思います。いただきます。あ、めちゃくちゃうまい。猫になったの。何だ、ほらご飯だよ。ほらほら。
ほら、いいよ、食べた、ゆっくりだ、ゆっくり、ゆっくり食べな、ゆっくり出すじゃん、ゆっくり、鍋、鍋いきます。よいしょ。渡辺風さんと思い出しますね。あの時はちょっと3番出しで若干辛かったんですよ。で今回1番出しで。はい、いきます。9種類の具材入れてます。そうだね。うまそう。うまそう。うん。餅追加していきます。餅追加。ちょっといろいろ絡みついちゃった。ああ。お餅うま。お餅マジうま。めちゃくちゃうまい。いただきます。あ、うまい。この椎茸美味しいです。なんか味が凝縮されてるような感じです。はい、冷めるもいただきます。生ラーメン出来上がり。うわ、おいしそう。うん、最高にうまい。今回林業組合さんで薪買ったんですけど、1300円、すごい乾燥してて、すごいいい薪でした。煙も少なくて、ただまだこの薪を使って最後まだ入れます。皮といえばあれです。ニンニンといえばあれです。
お家でめっちゃめっちゃでかい。おーっと、あーちゃちゃ、うん、あーうめ、あーうま、子持ちあゆめちゃくちゃうまいです。今日も楽しいキャンプ、これで終わりです。いっぱい食べましたそれではさよなら、さよなら、さよなら。終わったよ。